いや、案外緊張するな。なんかあのイオス学園みたいです。和むでしょ。和む。それでは皆様、大変お待たせをいたしました。オンラインの皆様もご覧いただけてますでしょうか。何か質問ありましたらすぐにお教えいただければと存じます。ただいまより岡本豊先生、そして井上博先生によるトークショーを始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様すでにご存知の方たくさんいらっしゃると思いますが、念のため私からプロフィールをご紹介させていただきますね。はい、はい、ありがとうございます。皆様向かって左側の岡本豊先生です。ボーイング787デビューをきっかけに航空機撮影を始められた航空写真家でいらっしゃいます。月刊エアライン誌などを数々の専門誌に寄稿され、年間78回以上、78回以上、はい、以上ですね、はい、のボーイング787になんと登場されているということです。そして井上博先生です。32歳で写真家を目指して、そこからぐるぐると北海道のキタキツネを写した写真がアメリカのナショナルジオグラフィックのネイチャー部門で日本人初の1位を獲得されるなどの活躍をなさいました。以降、野生動物、自然風景はもちろんのこと、大の飛行機好きとして航空会社エアドゥと提携しながら多くの飛行機写真も撮影されております。今日はこのお二方によるトークショータイトルが 787×キタキツネ という題目でトークショーをお願いしてございます。それでは井上さん、岡本さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。井上です。はい、岡本でございます。はい、今日我々がね、なんでここに立ってるのかと、ね、いうのもいろいろあの憶測が、飛んでることと思いますが、あの楽しくお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では最初の写真からいきましょう。はい、いきなり787が、はい、ね、今787大好きでということで紹介いただいたんですけども、まさにここに出てる写真こそが、うん、ボーイング787でございます。多分もうあの今日ね、出席していただいて参加していただいている方、まあ、787、ね、知ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、787のどこが好きかっていう風な質問をよくいただくんですよ。はい、でもここでしてしまうと、うん、多分三脚の話をしないまま終わってしまうので、はい、今日はそこそこに一言で言うと、一言で言うと、はい、まずね、この飛行機のポイントってこのやっぱり主翼、あの翼なんですよね、うんうん、こう翼がね、この後の写真に出るんですけど、すごいしなってる翼の特徴なんですけど、うん、僕はね、ここの丸み、この丸みが飛行機によって違うんですけど、787がね、こうつるんとこう丸みがあるんですね、うん、ここでね、僕惹かれまして、はい、ちょっと撮影してます。ちなみに僕好きなところ一つ言うと、はい、あのボーイングの飛行機ってここお尻下がってるんですよね、はいはい、ここ好きなんです。あ、すみません、僕ね、北朝鮮の写真家なんですけども、ちょっと詳しいんですよ。ボーイングの飛行機お尻下がってますよね。エアバスの飛行機ってお尻ピンって上がってますもんね。ここまっすぐになってて、これね、下がり具合が B6 の次に好きなんです。767の次に好きなんです。767ですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、これがですね、大阪の伊丹空港千里川っていう、多分ね、飛行機好きな方はもう聖地と呼ばれている、場所なのでご存知だと思うんですけども、多分ね、一番日本の空港の中でボーイング787らしさを出せる空港じゃないかなということで、見ていただいたわけで、翼がねすごいこうしなって、もう本当に生きてる鳥のように、これちょっと着陸していくシーンなんですけども、もう本当に美しいシーンですね。いいですね、これね、真似したくて僕旭川空港でこれ真似するんですけど、はい、いい時間に来ないそして、まあ、便数少ないので、そして何よりちょっとでも夜になると闇なんですよ。そして少し行くと熊いますからね、怖いとこですよね。さすがに波はね、それは大丈夫ですよね。うん、はい、さあ、今度は、ね、僕の写真ですね。僕のね、狐の写真といえば、おそらくこれが一番、有名な写真なのかもしれません。ナショナルジオグラフィックの、写真集も、この写真が、表紙になっています。でこの太っちょの狐、
あのちょっとねタヌキみたいな顔してるのはこいつ本当に食べ過ぎてこうなったんです。僕人のこと言えないんですけど、あのいつも人からパンをもらってた小狐の時からもらってたものでこうなっちゃいましたね。で、こちらの写真、キツネがね追いかけっこしてる写真なんですが、この写真で、僕はナショナルジオグラフィック賞を、いただくことになりました。さあこんな我々が使っている三脚の話をいよいよしていきたいと思います。これ先生の三脚ですね。そうですね、はい、まあ、主にですね、はい、僕2つレオツさんの三脚を2本使っていまして、まあ、LS の 284CX というタイプと、ここに置いています LO の 324C というタイプを使い分けながら、撮影をしています。で特にポイントはこの雲台ですね。この雲台というのはこの三脚の上についているこの部分なんですけども、この部分も BV10 というタイプと BV15 というタイプと2種類を使い分けているという形です。使い分けはどこで使い分けをされるんですか？使い分けはですね、はい、それぞれ僕もこれを使い分けをしています。右側が BV15 という、さっき岡本先生が使っていたビデオ雲台の大きい方ですね、それを使っています。はい、これ大事なんですよね。そうですね、あのビデオ雲台を使うときにとても大事なツールが一つあります。それが何かというとこのレベリングベースというものです。これ何が必要かというと、あのパンをするって言うんですけども、右から左、あるいは左から右に三脚をこうね、あ、三脚じゃないや、カメラを振るとき、もし傾いたまま振ってしまったら、最初は良くても後でくねってなっててダサい写真になるんです。ダサいビデオになります。ですから必ずビデオ雲台を使ってパンをする、流し撮りをするとか、あるいは動画を撮っててパンをするときには水平を撮らなきゃいけないんです。その水平を撮るためにこのレベリングベースが必要です。もしこれがなかったら三脚の足の長さをちょびっとずつ調整しながら水平出ししなきゃいけないんです、うん、できないことないですけどね、はい、便利ですよね、うん、すごく便利です。これが必要になります、はい、さあこの写真先生これ何を、はいはい、そうですね、これで、ね、一つポイント、まあ、これボーイング787の、まあ、キャビンなんですけれども、うん、ここで僕ね三脚の使い分けっていうか、まずレオフォトの三脚を使い始めた最大のポイントがここにありまして、はい、実はまあ私から言うと北海道へ行くときは逆に遠征になるわけですよ、はい、先生から言うと逆ですからね。そうですね、はい、でこれで新千歳に実は撮影に行くときにですね、うん、まあ新千歳はね結構便数が多いんですけども、地方空港に行くときに要は自分が乗っていったボーイング787の帰りの便を取れるか取れないかってすごく大きいんですよね、はい、なので荷物を預けてしまうと要はそれを待つ間に時間がどんどん過ぎてしまって、うん、帰っていく便は取れないかもしれないっていうことで、そうですよね、はい、だいたいANA さんのブロックタイムって40分ですか？40分ですね、はい、まあ、空港にもよりますけど40分から60分ぐらいなんですよね、はいはい、でその時にやっぱりこのオーバーヘッド便ってこの上のところに、三脚を乗せることが預けること要は預けずに持っていくことができるかどうかっていうところが僕は最大のポイントだったんですよね。もう綱渡り撮影ですね。綱渡りでもその1便がねすごく大きいんですよ。羨ましいなと思ったのは ANA さんを撮ってるからこれできるんですよ僕はエアドゥさん撮ってますからブロックタイム30分ですからねもうね僕は諦めてるんですよそこ、はい、ちょっと次の写真を見ていただくと、はいはい、これ実際787の、ね、中で撮った写真なんですけども、うん、まあ、こういうふうに要は上に乗せることができることによってもうこれだけで、行けてしまうということで、うんうん、要はもう降りてすぐに撮影に行くことができるという、ね、素晴らしいです、はい、これレースの284なんですけどもで実際これ見ていただくとあれ三脚がないなというふうに思われるかもしれないんですが実はこのスーツケースの中にこの LS284 という三脚が入っている状態
これ斜めに入れてるんですね。そうです。それは奥の写真が、まあ、実際にスーツケースの中に入っている、画像なんですけども、でスーツケースも機内持ち込み可能なサイズに収めているということなんですよね。はいはい、もちろんあの三脚が入ってもこの上から、うん、あのね、洋服であったりとかそういうものを入れることができるので、うん、非常に便利だと思いますね。はい、いいですね。はい、でそれで撮ることができたのが、そう、それで、これですか。そうです。あの、うん、こういうやっぱり、ね、飛行機の写真、特にこういう、千歳とか雪があるところに行くと、うん、やっぱりこうやってバーッとリバースしてるね、はい、迫力のあれを撮りたいわけですよ。でもそうそうね、先生もご存知だと思うけど、こういうシーンってなかなか撮れない、ね、なかなか撮れないし、現実千歳に降りてからこの場所言っていいですよね、鹿追口、はいはい、そうです。空港の中の人はね、鹿追口って呼ぶんですよ。あ、鹿追口じゃないやとね、千崎口、はい、ここは、はい、で皆さんね、生コンポイントって呼んでるところですね。はい、ここめっちゃ遠いですよ。そうなんです。だから、はい、そのこのね、折り返しの1便が取れるか取れないかっていうのはものすごい大きいので、すごい、これがね、はい、僕の三脚を選んだまず第一の理由っていうところです。ちなみに、はい、僕の三脚はいつも車のトランクなんで、すごいですねこれ。まあ、あまり長さを気にしていない。で、長さを唯一気にするとすると、やっぱり三脚を機内持ち込みしたい時が僕にもあります。で、僕が使っているサミットの三脚は雲台を取ると58センチから59センチになるんですよ。これ大事で、あの毎回僕トライするんですよ。雲台つけたままなんとなくはいはいってこう行くんですけど、大抵検査場通るんですけどね、あの厳しいとこ行くとダメだって言われて、毎回雲台を外すっていうね、うん、ことをしています。で、僕がよくね、あの遠征に行く時の荷物なんですけども、三脚がこのケースの中に入ってます。これ預けることもあるし、機内持ち込みすることもあります。リモアのね、あのシルバーのケースがありますけども、これね、737って書いたシール貼ってる方が僕の小さいリモアそしてなんですけど、これトップの時は小さい時でした。で、一番左にある黒いケース、これは、僕の 400mm の F2.8 のレンズが入ってます。あの 400mm の F2.8 のレンズ、機内に以前は持ち込んでたんですけど、なんかだんだん面倒くさくなってきて、でこのリュックにはもっと他のレンズもいっぱい入れたいなってなってきた時に、僕はついにあの結構蛮行するようになりました。昨日井上先生にこの写真見せて、うん、岡本さんこれどこだと思いますって言って、僕見事に当てたんですよ。皆さんこれどこか分かります？この空港787は行ってない、ね、そうそう、787行ってないんですよね。あのそう、あ、気づかれた方います？一番上にあれ何いますかね、あれ単調のひな見えますよね。そう、単調釧路空港なんですね。はい、で、僕この4ニッパーをどうしてるかというと、この、プラダンに入れてもらって預けちゃうということをしています。で、あの荷物が出てくるところであの待つと、うん、ただこれあの鍵がかかってない上に誰でも持ってけちゃうので、僕が気をつけてるのは、あのエアドゥさんの便の時はどのタイミングで出てくるかわからないので、あの ANA さんの便であのプライオリティってついた時だけこれを預けるというね、ことをしています。さあ、空港の中僕歩く時はね、あのちょっとね、あの恥ずかしいんですけどね、こんなあのキャンプのカーゴに入れて運ぶってことをコロナの最中に思いついてやったんですけど、最近めっちゃ恥ずかしいです。やっぱりあのこんなガラガラしてないので、しかもこれ羽田空港ですよね。そう、羽田の、ね、代理ターミナルですよね。こんなこれでもおしゃれですよね。ちゃんとあの 服装と靴と全部ありがとうございますそうそう、揃えちゃいましたね。ありがとうございます。はい、次はね、先生が撮られてる姿です。岡本先生のこれね、はい、はい、あの三脚使う時、特にまあ僕あの長時間旅行撮影っていうのが大好きなんですけど、基本的になんかこう風景とか三脚を使う時って、なんかこうカメラの高さにこう自分の背の高さに三脚をこう合わせるっていう、なんかなんとなく不思議にそうやってしまう方が多いかなと思うんですけど、私結構空港で撮影する時はなるべくこう、もちろんね、あの三脚の剛性はものすごくあるんですけど、なるべくちょっとこう低くして撮影するということをよくやってます。それはやっぱりこう叩いて撮るって僕ら業界で言うんですけども、ちょっと高いところから見下ろして撮るよりも少しこう角度が浅い方が綺麗とか、そういうことってあるんですか？もちろんそれもあの少しでもアングルが変わりますし、うんうん、はい、もう一つはやっぱりあの言ってもやっぱり低い方が風の影響を受けなかったりとかするので、もうブレにくくなるんですよ、ね、大事ですね、はい、そうですよね。で、あとやっぱりね、はい、こう広げちゃうとこう、例えばこう展望デッキとお子さんがこう走っててちょっとこう引っ掛けちゃったりとかしてね、危なかったりするので、まあ、少しでもそういったところの配慮を込めて、まあ、こういったことを想像してます。はい、それで、まあ、撮った写真が、こういう、これも長時間録音撮影をしたものを、まあ後で多重合成何枚も撮ったものを1枚に合わせてるんですけども、やっぱり
大事なのはその1枚がブレてしまうと、もう、ね、合成できなくなってしまうので、もう撮影の段階でもう極力ブラさないようにしっかり撮っていくということが大事だと思ってます、はい、これもなんかプラモデルみたいに撮れたような。これは夜間中継をしてる。そうです、夜間中継している787で、この写真見せるとなんか室内でライティングして撮ったのですかって言われることもあるんですけど、まあこのなんかね、このシルエットというかね、この姿をね、やっぱり撮るのもやっぱりいかにピシッと撮れるかっていうところがポイントなんですよね。このね、ロールスロイスのこのエンジンのこう波々がかっこよく出てますよ。これ出てます。もう本当ね、もっと拡大して見せて見ていただきたいぐらいすごい描写してるんですけど、やっぱりそれはしっかりした三脚を使うっていうことが基本かなと思います、はい、これも展望デッキでね撮ったんですけど、やっぱり展望デッキで撮るときって特にこう風が強くて、そのカメラとかでね風の影響を受けてこうブレやすくなってしまうんですけども、まあ、ここにありますあの LO の 324C っていう、あのね、ぜひブースの方にもこれあのレイホートさんのブースの方にもあるので、後で実際にこの三脚をねこう上からこうやって押してみてください。これセンターポールがついてるタイプなんですけど、ものすごく丈夫です。もう本当にこうやっても全くこう動かない三脚なので、僕が一押しの三脚なんですけど、なのでねすごい安心感を持って撮影することができます。あ、そうそう、もう一つ僕がね空港の展望デッキで必ずやってるのが、ちょっとこれにはついてないんですけど、ストラップをねこうつけまして、それをこういう手すりにちょっとこう巻いてロックしておくんですね。でさっきもあのお子さんがこう引っ掛けちゃったりとか、あと風が強い時とかにもしかしてこう倒れてしまったりっていう時もこういう風にしとけばね、一つちょっとこうあの安全面でプラスになるかなということで、こういう対策をするようにしてます。そうですね、ここでひとたび何かやらかしてしまった時 の損害賠償を考えるとですね、恐ろしい額ですからね、はい、気をつけたいところです、はい、さあ僕の撮影の話をします。これあの僕の大親友の方にね撮っていただいた写真で、あのこの写真三脚使ってません。僕はやはり三脚使わないでできるだけ狐の目の高さまで降りて撮りたいということがあるので、こういう時は使いません。こういう時にこんなの撮ります。ただ三脚を使って撮らないとやってられないっていう場面もたくさんあるんです。それは何かというとね、こんなシーンなんですね。あのいやこれ大変なんですよ、ダニに噛まれたりですね、なんかよくわかんない虫がこう家の中に入ってきたり、ね、靴の中から知らないものがいっぱい出てくるってことあるんですけども、これで撮ってたのがこんな子たちなんですね。これ子狐がねあの朝出てきてあくびをしたり、あと完全に僕の身を消して隠れて撮ると家族がこんな風に楽しんでる姿が出ます。これ皆さんよく見てみてください、右側にいるのが狐のお父さんなんです。そして子供2人がいて、お母さんが帰ってきました。お母さん留守の間ずっと子供たちの面倒を見てたのはお父さん、もうはぁはぁはぁ言って大変なんです。いやお父さんどれだけ喜んだかですよ、お母さんが帰ってきて。お父さんの耳を見てください、ペターンって寝てますよね。皆さん動物飼ってる方だったら分かりますよね、耳に寝たらどれだけ喜んでるかと。ね、そして子供たち見てください、今にも失禁しそうなぐらい喜んでる、ね、こんなのもねやっぱり隠れて撮るからこそ撮れるわけですね。はい、で僕はこんなのを撮ってるわけですが、なんか岡本先生こんなそう、実はねあの井上先生と共通点が結構何ですか、あったんですか、はい、例えばあの、大学の、あ、そうです、大学の教員をしてる、はい、そして航空会社も航空会社を撮ってる、うん、そして料理も撮ってるっていうね、おまえそうじゃないですかね、こいつですよねこれありがとうございます。これねあの桜の、はい、実はこれね、はい、ちょっとこれポイントがあって、はい、あのこれ森谷さんっていうところのね、はい、あれなんですけど、このマークをね、うん、ちょっと応募して僕出したら、なんと僕がデザインしたやつが、あ、このロゴですね、これを採用されたって、はい、あ、おめでとうございます、ありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます。あ、でもね、あの飛行機も僕この LO324C という三脚使うんですけど、このセンターポールが先ついてるっていう話をしたと思うんですが、この料理を写真撮るときとかね、ちょっと微妙に高さを変えたいなとかね、そういうときにねすごく便利なんですよ。あ、いいですね、はい、これもちょっと美味しそうでしょう、はい、もう今旬の鳥取のカニなんですけども、うんうん、このねシズル感とかこういうのを出すのも微妙なこのカメラの高さ、はい、そこがポイントなんです。微調整がね、微調整大事です、ね、はい、これ使ってます。いや、ちなみにですね、はい、僕も、はい、
かつて角川さんのお寿司の本の写真を2年間にわたってこう撮り続けるという、はい、あのここに写ってるお寿司は偽物お寿司ですけども、あの北海道で最もね、あの人気のあるお寿司屋さんの一つの寿司一行っていうところで、お寿司を撮った時も、この通りレオボトさんの、三脚をずっと使い続けて、撮っていました。さてここで我々は新製品をどれだけ使えるかという可能性を探る、そんな宿題が冬に出まして、我々の冬休みカーウィンドホルダーの可能性に迫るなんていう宿題をしていました、はい、かっこいいですよね、可能性に迫る。いや、いい表現ですよね。いい表現ですね、はいはい、さあ見てみましょう。こんなものなんですね、現物がそちらにあります。先生、はい、持っていただきます。これですね、はいはい、これは車のドアに引っ掛けて、運台を乗せるためのものなんですね。で今までだったら車 の, あのドアのヘリのところにあのビーンズバッグ、豆が入ったバッグ、枕みたいなバッグを置いてその上にカメラを乗せて撮ってたんです。でもそうするとやっぱりブレが出ちゃうんですよね。あの使いやすいものの一つだとは思うんですけど、はい、で今回これ引っ掛けて撮ると熊本先生こんなの撮りましたよ。そうです、うん、これ北海道、まあ、それこそ先生の北海道なんですけども、うん、実はこの撮影してるポイントにクマが目撃されました。いや大丈夫ですよ、寝てますから。寝てますね、寝てますけども、ま、そういうポイントなんですよね。そう、穴持たずも時々いますからね、気をつけてください、ね、はい。でもね、車の中からずっとこれね来る78なのはね、待つことができるってちょっと安心感もあるし。そうですよね、はい、やっぱり待つのが辛いんですよ。僕もあのキツネを撮影するとき待ってるんですよね、うん、で氷点下10度、朝だったら氷点下20度の中待ってるってやっぱり過酷ですよ。できたら車の中にいたい。そして何より車の中にいると野生動物、北海道ではすごく取りやすくなります。人間が足を見せるよりも車の中にいる方が、まあ、動物たちから見れば車はそんなに自分に危害を与えるものじゃないって感覚なんでしょうね。いっぱい近づくこともできるし好きなこともしてくれるという中で、僕が撮ってたのが、こういうものを撮ったり、ね、これ超珍しいんですよ。あの十字キツネって言って背中から見たら黒い十字 の, あの印があるようなキツネで、しかもそれが2頭で一緒に出てくるというね。僕ねここでね実はね4頭見たんですよ。ああ初めて言っちゃった世の中で、はい、内緒の場所です。内緒の場所、はい、ね、そしてね、こんなのを撮ってる。すごいですね。でやっぱりこうやって200メートルぐらい離れてるんですけども、そこでもやっぱりこっちのことあまり意識しないで撮ってもらうってな、あの撮らせてもらうってなると、こういうグッズは役に立つのかなと思います。はい、さて、あ、そうそう、なんかねこれ実はこのドアに引っ掛けるだけのタイプじゃなくてガラスに引っ掛けるタイプのものもあるんですけど、あの我々が使った中ではドアの方が少し安心感と、あと固定がしっかりされるかなっていう印象があったなということを申し付けておきます。はい、さあそれではですね、作品紹介ということで、はい、あの先生の作品ちょっと見て、あ、ありがとうございます、はいはい、これをね、あのまさに今紹介したこれ、これ夏の積乱雲なんですけど、夏になるとやっぱりあの雷がゴロゴロになるじゃないですか、うんうんうん、で僕今はずっとね、その後ろにこうガーッと雷雨が光ってるシーンに78ナノを入れるっていうのがずっと撮りたい絵なんですよ、うんうんうん、ただやっぱりあのゴロゴロゴロって言ってる下で、うん、撮影するとやっぱり自分も怖いでしょ怖いですよね。で今年は冬千歳でこれを試しましたけど、うんうんうん、この夏はこれで車の中から雷をやってみようかなっていういいですね、はい、だいぶこれは使えるんじゃないかなっていう。確かにその観点で言うと、はい、あの北海道で冬に車の中で狐を待ってる、はい、あるいは他の鳥を待ってるってやって、うん、一つ大失敗する時があるんですよ。それは何かというと、運転席側から撮るんであればレンズの前玉が車の中から外に出てるので問題は起きないんですけど、助手席側でそれが起きたら何が起きるかっていうと、運転席から狙っちゃうと車の中の暖かい空気、そして氷点下10度の冷たい空気っていう切り替わりがありますよね。そこでレンズ効果が起きてぼやぼやになって、オートフォーカスが合わなかったり、あったように見えても何もピントが合ってないよっていう写真になることがあるので、これを使えばね確実に車よりも外に前玉出せますから安心かもしれないですね。はい、はい、この月と飛行機っていうのはね、よくまああの、うん、みんな狙いたいシーンだと思うんですけど、うん、ものすごい望遠レンズですごい小さい月をね、うん、大きく撮るわけです。なのでしっかりした描写必要なんです、うん、それにやっぱり必要なのが
この L-O-3-4 に CG みたいなような丈夫な三脚っていうところですね。そうですね、あの月と飛行機狙うときはもうダッシュしてってどっかで撮るなんてことないでしょうから、もう今ある月を狙っててそこを通過するときに連射をするっていうのが今一般的な撮り方ですもんね、はい、これ月の丸みもそうですけど、この787の丸みどこですか皆さん、めちゃくちゃかっこよくないですかすいません、わかりますよ、わかりますよ。でもね、次もっとかっこいい写真あるんですよ。はい、これはね、あの僕はもう光と影っていうのをね、うん、あと静と動っていうのをすごいテーマにしてるんですけど、やっぱり飛行機っていうのは人がこう関わって初めてこう生まれるものかなというふうに思っていて、こう飛行機とこう人っていうのをこう写すのものすごく大好きなんですね。でやっぱり人ってこうこの時動いているので、どういう姿勢でどのタイミングでシャッターを切るかっていうのをずっとやっぱり手で持って待ってるのと、三脚に支えてもらいながらその瞬間を撮るのってやっぱりだいぶそのチャンスがしっかり抑えられる、あるいは変わってくるので、やっぱり三脚使えるところでは積極的にね、皆さんも三脚を使っていただきたいなと、はい、思います。まさにこれもそうなんですけど、やっぱりこうエンジンをメンテナンスしているシーンなんですけどね、もう本当にその人がね、もうどういう思いでやってるかっていうそのシーンをね、シャッター切れるかどうかなっていうところがね、大切かなというふうに思ってあります。あ、これこれね、この間新千歳で突然冬の嵐です、うん、ブリザードが、はい、すっごかったんです、うん、突然です、これも、うん、で、実は私この時三脚を置いてちょっと面白いなと思ってちょっと別の場所に行ってたんですよ。で、パッと見るとうっすら見えますあそこに三脚とレンズが置き去りになってるんですけど、ものすごい強風ですよ。でもこの状態でもちゃんとしっかり三脚を耐えてくれたというね、もうこの1枚で丈夫さが分かります、はい。まあ、これから桜のね、もう今冬ですけど、これからまたね桜のシーズンが入るんですけど、私こういったあの広角レンズで撮る桜のシーンも極力三脚を使って、まあ大体飛行機がねどこを通過していくかっていうのが分かるので、そのとこにねポイントを置いて撮影するっていう結構スタイルを使います。787だったら、そして今日の風だったら、はい、そして行き先の燃料の搭載具合で、これだいぶ、だってここから上がってくる飛行機って目的地によって燃料の量違いますね。さすがですね、さすがでございます。これ成田ですもんね。そうですね、はいはい、もうこれは行き先と乗ってる人数を見て、だいたいこの飛行機だったらこの辺から上がってくるかなというのを予測して、素晴らしいですね。ちなみに僕がいつも撮ってるエアドゥさんのボーイング767はあの比較的早く上がるので大変なドッカーンと上がってくるので、同じ767でも JAL さんやアナさんよりも飛行機によってね全然ねこう上がり方が違うというね、細かいこと言うとね、離陸の時のフラップの角度がちょっと違ったりとかね、いろいろあって大変なんですよね。はい、あ、そう、でも787って今ね続いてますけど、実はこの間 ATR さん、トキエアさんのちょっと撮影をさせていただくことがありまして、はい、あれ787じゃないかっていうふうにね思われるかもしれないんですけどね、でもやっぱりなんか僕初めてと言ってもいいぐらいね、ちょっと787以外の飛行機を真剣に撮ったんですけど、なんかやっぱり新しいなんか新鮮なものを感じて、そうですね、そしてね僕の中で、はい、トキエア、僕新潟の大学出身なんですよ、なんかちょっとね親近感があって嬉しかったですね、はい、これ見て、ありがとうございます、はいはい、さあ次行きましょう。はい、あ、なんでここで GTR が出てくるんだ、残念ながらこれ僕の GTR ではないんですけども、あのたまたまねちょっと知人の方の車をちょっと撮影をしようということで、これあんまりねここには止めない、もうパッと撮ってすぐっていうタイミングがあったんですけど、本当はね787、車のナンバーは787ですね、本当はボーイング787と一緒にこう記念撮影をしてあげたかったんですけど、残念ながらこの時787が止まってなくて、でもせっかく空港だから空港らしさをということで、たまたま僕三脚をね持ってたんです、常に持ってるんです。なので、長時間路行、15秒かな30秒、してですね、後ろを通るバスを待って13秒、はい、そうバスが通過するのを待って、なんとなくこう飛行機が航跡をイメージしてということで、うん、ちょっとこの1枚をかっこいいですね、撮影しました。あ、キツネが、キツネすいません、もう井上先生に見ていただければないんですけど、はい、先日、うん、新千歳、さっきのあの雪の嵐の、はいはいはい、なんとあの後僕の横にキツネが、そうそう、あそこね出てきたんです。僕の知る限り十数といるんですよ。あ、そうなんですね。そうです、かなりの数います。結構僕ここで、はい、あの写真撮ってるんですけど、うん、初めて出てきてくれました。あ、そうですか。あの悪いやつになるとフェンスの下穴掘って、はい、中に入ってる感じがしますね。あ、そうなんです、ね、そうなんです、悪いキツネがいるんです、はい、そう、なので、
まあ、最後ね、僕はもうこれからもずっとね、あのレオコとの三脚でね、いろいろな作品作りをまあ続けてやっていきたいなというところで、はい、締めたいと思います、はい、さあ僕のね、キツネの写真少しだけご紹介しましょう、レオコとの三脚を使って撮ってたキツネですね、こんなね、ちっちゃな頃から、撮るときやっぱりね、できるだけ下に下に、そして僕の存在を気づかれないように、撮りたい、でも小キツネにはちょっとずつでも僕のことを覚えてもらいたいっていう中で、撮るのがね、こういう写真ですね、こんな風にね、あのできるだけ低いところでずっとしゃがんで撮るのは大変なんで、レオコさんの三脚をねうわーっと広げる、で自分が寝っ転がって撮っていいのは冬だけですから、それ以外の季節にそれやるともうお腹汚くなるので、できる限り三脚を使う、ね、こんなシーンもね三脚を使って、余裕のある撮影をしていました。で、他にもね、こういうね飛行機の写真を、ね、撮るなんてね、ちょっとトリッキーなのがね、左の上ですよね、あの吹きの塔と飛行機ね、これはねあのエアドゥさんのページでもね時々春になると使われるんですけども、あの実はねこれね被写界深度合成してます。さすがに1枚で撮るとここまで綺麗に、撮れることがないので、僕は被写界深度合成をうまくやるためには、三脚をね、使って撮るということをしていますね。他にもね、いかにもこれ北海道らしいじゃないですか、幹部になってね、左はね、もしかしたら本州でもね、こういうとこあるかもしれません。これ旭川空港の水田に水が張った時の、様子ですね。なんか勝手なイメージですけど、なんか雪がない作品っていうのがすごい新鮮な感じがします。ありがとうございます。いやもうね、僕年から年中あのエアドゥさんの飛行機撮ってるんですけど、あの実はですね、あの僕あのエアドゥさん あの公式のカメラマンをしてまして、ウェブページにある写真のほとんど、撮ってます。ですからある日あの知床で熊を撮ったら、山別空港から羽田に行って、あの客室乗務員の方を撮り、そしてまた山別空港に戻って、狐の巣に行ったりとかですね、そんなことをしています。時にはあの下地島まで行って、あの、ね、あの副操縦士昇格訓練なんてやりますよね、何回でしたっけ、6回でしたっけ、12回でしたっけ、なんかあの実際に実機を使ってね、離着陸の体験をしないと、副操縦士になれないとか、なんかそういうのがあるそうで、そういったのも取りに行ったりですね、するのが今の僕の仕事になっています。さてここで、なぜレオフォトなのかというねお話をしたいと思うんですが、岡本先生、はい、なぜレオフォトなんでしょう、なぜ使い続けるんでしょう。そうですね、うん、まあやっぱり最初にも言ったように、なるべく最初にね出会ったきっかけというのは、なるべくコンパクトで、すごく便利とか強いものというものをすごい探したんですよね、うん、でその時にこう出会ったのが ALS284 だったんですけども、うん、やはりあの飛行機で移動して、もうすぐに持ち運びが便利 でまた行った先でも、ちょっと山を登ったりとかですね、林なんかそれこそ入ってったりとか、うんうん、ちょっと今までだったら三脚を置いていこうかなっていうようなところも、いやでもこの軽量な三脚だから持っていこうっていう気持ちで入っていくことによって、プラスワン真っ暗になってからでも作品作りをすることができるようになったっていうところが、まず一番のポイントだなと思います。なるほど、はい、あの僕も同じことを思ってるんですが、それに付け加えてありがたいなと思ってるのが、あのあまりにもたくさんある三脚の種類と、あまりにもたくさんある雲台の種類、これに僕らは支えられてるなと思います。僕と岡本先生の間で同じものを使ってる部分ってもしかしたらほとんどないんじゃないかというぐらい、あのビデオ問題は一緒だったところが1個だけありますけども、そうですね、他は全然ないんですよ。それぞれの方に合わせて商品が開発されてます。もっと嬉しいのは、ちょっとここ改善した方がいいんじゃないかなっていう話をしていくと早いですよ。3ヶ月後にはそれが実現してたりします。でこの速さって何かが来るかというと、金属を加工するときに鋳造ではなく型に流し込む方法ではなくて、アルミをそのまま削り出していくんですよ。これが素晴らしいんです。まずそれをやると早く作れます。そして強度も強くなります。この削り出しの方法で僕らの製品というのは支えられているのかなと。そして嬉しいのが、ちょっと価格安いみたいなね、はい、それ大事ですよね。とっても大事です、はい、そういったところに、支えられているのかなと思います。はい、ということでちょっと駆け足気味ではありましたが、我々の、なぜレオコトなのか、ね、そして北キツネと、787で、このお話をねお送りしました。はい、皆さん、この度はありがとうございましたと。ちょっと時間があるじゃないですか。はい、ないです。ああ、じゃあちょっと、はい。ありがとうございます。
井上先生は北狐で有名でございますが、北狐のお話をしている以上の熱量が飛行機にあったからそれくらい楽しさをですね、感じさせていただきました。でせっかくですので、ご質問を1問ほどですね、会場の皆様からお受けしたいかと思うんですが、ぜひ何かこのお二人にお聞きしたいということはございますか。この機会にいかがでしょうか。ぜひ奥で立っていらっしゃる方なんていかがでしょうか。いらっしゃいますか。ありがとうございます。申し訳ないんですが、ちょっとマイクがですね有線でして、そちらの脇の方まで来ていただくことができますか。すいません、質問させていただきたいと思います。そちらの車につけるやつすごい興味がありまして、普段自分マイカーなんですけど、傷がちょっとやっぱ気になるんですよね。それって実際どうでした。僕からいいですか。実際僕もプチプチあるじゃないですか、荷造りとかするとそれをそこに巻いて使いました。で、後で触っていただいたらいいと思うんですけど、これ自体もすごい柔らかいんですよ。ゴムみたいになってて、なので、私は全然全くそこは気にせず撮影しました。ただ僕今回結構望遠レンズ使って撮影したので、その望遠レンズの方を、窓枠にこうポンと装着する時とかに当てないようにっていうのはすごく気をつけながら使いました。じゃあちょっと、はい、僕もですねちょっと心配だなと思うところがあったので、僕はプチプチではなくて、むしろレンズをこれまで載せるために使っていたビーンズバッグを挟めて、でそれでこうトルクかけて締めて、使ってました。ただあまり気にしなくてもいいかなと思うぐらい、力がある程度いい感じで分散してたなという印象があります。で僕4ニッパーつけてたんですよ。4ニッパーってことはレンズで約3キロ、そしてカメラが僕のカメラは確かね700数十グラム、800グラム弱なんですよね。4キロぐらいの重量を乗せてたんですけども、あまり気にならなかったです。ただ窓枠につけるやつは4ニッパー無理だなと思いました。はい。で、あとは先生もおっしゃってたんですけども、車の中で自分のカメラをガツンゴツンと当てる方がなんか多かったかなと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、まだまだ伺いたいことがたくさんあるかと思いますが、お時間ですので、先生方はこの後も会場内にいらっしゃいます。ぜひお声掛けいただきまして、レオフォトのことを、それからお写真のことを尋ねていただければと思います。そうですね、ここ、出た後はレオフォトさんのブースに我々いようと思いますので、はい、何かありましたらお声掛けいただければと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。それでは最後となりますが、この後も井上先生それから岡本先生の作品を追いたいとなったらどういうところを見るのが一番いいですかね。SNS が一番いい。そうですね、 SNS を見ていただけるのが一番いいんですけども、ちょっと私事ですが3月11日から兵庫県の朝来市というところの、朝来芸術の森美術館で、展覧会があります。もしですねお近くの方がいらっしゃれば、おいでいただければ幸いです。はい、はい、私も今言っていただいたようにインスタグラムとか、Facebook やっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは以上をもちまして、岡本豊先生そして井上博先生によるトークショーを終了させていただきます。本日はありがとうございました。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 